見て、なんかめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。あ、いたいたいた、見てほら、あ、恐竜発見した、ほらほらほら。ジャニーさんのたの中継のラッシュです。というわけですね、今日はドラゴンシムオンラインやっていきたいと思います。ということでですね、前回、こちらですね、クエストの方が、今まで見たことがない敵が出てきたんですね。はい、これを見る限り、これですね、北極ヘルハウンド、このちょっと凶悪そうな悪いやつ、こいつをですね、今回は倒していきたいと思っております。そしてですね、前回、うまくできなかった、なんだろう、連携、旦那さんとの連携ですね。こちら、たくさんのコメントをいただいております。どうやらですね、ブレス攻撃では連携が取れないということなんですね。ラッシーさんが物理攻撃をかまさないとダメだということだったんですね。じゃあちょっと試しに物理攻撃を当ててみたいんですけど、ほら、当たった？当たった？これで多分、あ、旦那さんが、言ってくれてる。あ、なるほどなるほど。あ、でも結局旦那さんもブレス攻撃しかしてくれない。あ、ブレス攻撃じゃないよ、ごめん。あ、一応連携はなんかしてくれるんですけど、でも結局物理攻撃しかしてくれないのかな。ブレス攻撃の方が強いんだよね。これなんかドラゴンシムオンラインの場合は、ブレス攻撃があるから、もしかしたらなんですけど、連携しない方が強い説あるよね。連携システムが崩壊している感が否めないんだけど、大丈夫かな。ちょっと一旦拠点に戻ります。はい、というわけでですね、今我が家に帰ってきたわけですけれども、今回のやつはなんだっけ、北極ヘルハウンドということで、多分ですね、冷たいところにいるんじゃないの。ここですね、ここの世界が冷たいなんで、ちょっとここにね、行ってみたいと思いますよ。なのでこっちかな、こっち、初めての新しいマップですね。あ、違う、ちょっと待って、ここじゃないぞ、こっちか、こっちだ、こっちだ、来た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 、これだこれこれ、よしよし、ちょっと北極に向かって飛んでいきましょう。さあ、いきなりですね、超大な山がそびえ立ってるんですが、ここに、ヘルハウンドがいるという、あ、いましたいましたいましたよ、いましたよ。マップ上には出てきたけど、マップ上にはミニマップのところには出てきたけど、どこにいるんだ、ヘルハ、あれか、あれっぽい、あれっぽい、あれっぽい、完全にこれじゃね、ほら、ドン、アタック、アタックして、アタック、下がんないとアタックできないから、よいしょ、ちょっと近づいて、ドンドンドン、アタックできてる、あ、できてきたできたできた、よし、旦那任した、あとは任したぞ。さあ、奥さんはここをぐるぐるね、回ってましょう。この辺回んなくてもいいのか、あいつの攻撃届かないから、ここでこうやって見てればいいのか。なるほど、これは確かに便利かもしれない。自分の攻撃届かないからね、いいですね、これ。自動的に旦那さんが倒してくれる、これは便利な方法を発見してしまったかもしれない。ただですね、なんともこう効率的な話をするとですね、自分がやっぱり旦那さんになった方が強いんじゃないかな。よいしょ、ちょっと今旦那さんの方になりましたけど、一旦エールハンド食べてみましょうか。青味の方は、あ、美味しいですね、大丈夫です、美味しいですよ何が大丈夫なのよくわからない。さあ、行きますよ。あ、なんかちょっと見たことないイエティ的なやつも、うわ、でかいぞでかいぞ、あいつ強いんじゃない。ちょっとガラッシーさんアイスブレスだから、あいつアイスブレス効かないかもしれん、もしかしてな。よいしょ、やってみよう、ドン、ほら、ドン、ドン、ドン、あ、効く効く、全然効くわ、大丈夫大丈夫、よいしょ、はい、楽勝。おい、すごい、なんかゴーレムみたいなやつ倒したよ、やった。やっぱこっちの方が早くない、敵倒すのねえ、これもう一回やってみようか、これこれこれ、この位置で、これ強すぎんだよねほらこれなんかさあ、なんかこの連携攻撃、ボスはでもやっぱあれですかね、ボスは連携で倒さないと倒せない系ですかね、どうなんのこの辺ね。すごい、あ、なんか新しいの出てきたよ、なんだろうこの、多分これだよね、て、あ、ポーラーブルハウンドって、ポーラーブルハウンド、めっちゃ悪そうやん、こいつ。何このブサイク。すげえな。
無駄に角生えてますけどね。ポーラーブルハウンドはどこにいるんでしょうか。この辺にいるのかな。ちょっと向こうに行ってみようか。はい、平原の方にやってまいりましたけど、ポーラ、あ、いたぞ、ポーラーブルハウンド。どこだどこだどこだ。この辺にいるはず、この辺にいるはずよ。おい、ポーラーちゃん、結構ね、これね、ラッシーさんが自分で思ってるより、あ、いた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 、どこだ、ドーン、よし、止まれ止まれ、ドーン、よしよし、これね、氷で止めて足止めして、これを放つのが一番強いんでね。よっしゃー、やったー、倒した。ポーラーブルハウンド倒しましたよ。全然強くないっす。全然なんかあいつと大概変わらないっす。今さっきの北極なんとかとあんま大概変わらなかったですね。まあ角の数が多いぐらいの、同じ種類なんだろうな多分。そんなか、結構いるねここ敵が。敵が結構いるはずなのに全然敵影が見えないんだよね。あ、見えた見えた見えた。いましたいました、ここにも。ほら。いましたよ、ほら。ドン。よし、固めて、これを投げて。で、これ固めて、これ投げて。これで楽勝なんだよな。絶対こっちの方が早いよね。自分で倒した方が絶対早いよ。これ。どうしたらいいんでしょうね。この、うまく奥さんとのね、連携も楽しみたいところなんですけれども。はい、ということでですね、まあ、クエスト達成したわけですけれども。ちょっとこの連携についてね、皆さんのね、意見をちょっと聞かせ、願いたいですね。どういう連携が、どういうところで効果を発揮するのかっていうところなんだよね。全然わかんない。ちょっとこのアイスゴーレムをもう一回倒したいんだな。ドン。よしよし。でかいから、こいつは。あれなんだけど。よいしょ。結構こう上からね、攻撃すれば、あ、そうかそうか、足元に来ちゃった時かな、こういう時か。この足元に来ちゃった時は確かにこれ直接殴るしかないんだ。これで奥さんに殴らせてばいいのか。で、自分はこうやって上からドーンってこれ、あ、そうだね。そう考えると、あ、奥さんも別に普通にさ、なんだろう、ワイルドクラフトの時は素早さとスタミナに、振った方が良かったじゃないですか。こういう風に考えると奥さんも普通に強くしていいのかな、攻撃力でね。その方が良さそうじゃない。で、自分はどっちかっていうとブレスの方がいい感じ。そういう育成論みんなどうしてんの、ちょっとコメントで教えてもらったら嬉しいな。よし、さあ、そんじゃね、さあ、ちょっとね、今拠点に帰ってきたんですけど、最後ですね、ちょっとさっきね、このこっちの大陸から拠点に戻るときに気になる影を見つけたんだよね、ラッシーさん。あれ、あれボスじゃないよね。ボスじゃなさそうなんだよね。ボスじゃなさそうなんだよ。ここの大陸ボスいないかな。ボスじゃないけど、なんかすごいちょっと気になる影だったな。ちょっと待ってくださいね。多分ね、いると思うんだよね、この端っこの方、この辺なんですよ、この辺。いや、ないとか。え？違うんだよ。これ人間じゃなかったんだよ。うわ、見て、なんかめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。こんな綺麗な映像あんの？なんか、急に。あ、朝日が、日が、夕日？何これ？このめっちゃ綺麗なやつ。こんなの見れるんだ。うわ、すげえ。超綺麗じゃね、これ。よし。ちょっと気分が上がったけど。ラッシーさんが見たあいつは発見できねえな。ちょっと待ってくださいね。ね、確かね、さっき、ここで、こうやって、ね、拠点に帰る渦を、に向かっていた時だったんですよね。発見したのは。もうちょっと地面降りないとダメかな。ほらほら、あの渦。あの渦に向かって飛んでいた時の出来事だったんですよ。この辺にいたんだよな、この辺に。いない？あ、いたいたいた、見て、ほら、あ、恐竜発見した、ほら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 、恐竜、ほら、ちなみにさっきいたのはステゴサウルスだったんだけど、ここに今いるのはブラキオサウルス。いた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 、叩かれました、叩かれました。ついにこの時が来たんじゃないですか。ドラゴン VS 恐竜の戦いをする時がね、さあ、と言いつつもめっちゃ強い。
恐竜強い、やば強じゃない、うわやばい、ちょっと待ってもう一回行こう。さあやってきました。次は何がいるかな。さっきはブロントちゃんだったけど、今度あれいないぞ。あれ恐竜アイコンは見えるんだけど、いなくなってしまった、いなくなってしまったのか。これは一回切らないとダメなのか、もう戦えないのか、何だったんだあいつは。さっきね、でもね、一番初めに見たときは、あの、ブロントちゃんじゃなくて、なんだっけな、ステゴちゃんがいたんだよね。いや、気になるな、あの恐竜。ちょっと今後も、恐竜対ドラゴンの戦い、やっていきたいと思います。ぜひね、またね、見てくださいね。ということで、今日はこの辺にしようか。謎を残したまま、ね。というわけで、今日はこの辺で、また見てね。バイバイ。